福井海上保安署によりますと、昨日午後4時15分ごろ、福井港から西に40キロの沖合で、付近を航行していた漁船から人のようなものが浮いていると通報がありました。巡視艇により回収されたのは女性の遺体で、黒っぽいシャツとジャージ姿、身長およそ150センチで損傷が激しいということです。石川県能登地方では先月21日の豪雨により輪島市の中学3年生木曽葉音さんが安否不明となっていますが、福井海上保安署によりますと、身につけていたジャージのズボンのタグに手書きで木曽とみられる名前が認められるということです。海上保安署などは遺体が木曽さんの可能性が高いとみて身元の確認を急いでいます。